朝もは夜から桂浦さです。AM 一ゼロゼ八、FM 九三三の ABC ラジオがお送りしています。 エン演芸モンのコーナーです先週に引き続き今週も私の落語の師匠桂春長さんをお招きしてお伝えしていきますどうぞよろしくお願いいたします、はい、どうぞよろしくお願いいたしますおはようございますいよいよ今日が指定としての大発表の日でございます、うん、いいですか言ってどうぞ私から言っていいですかどうぞあ、今度僕から言おうか <laughs> どっちでもごめん俺が言うたら <laughs> どんなふうに言うたらええか分からへんから <laughs> あなたから言うてごめんごめんごめん今,今ちょっとごめんごめんごめん、うん、いや私ですねです桂春長特別公演落語と文学の会朝もはよ」から2日連続です「天馬天神繁盛亭,亭」に出演させていただくことになりましたはいありがとうございますえっとだからさやさんははい 本来ならば、はい、桂ぽんぽこさんの落語会で、えええー、初めての繁盛亭出演っていうのは決まってたんですけれども。うんはい 緊急事態宣言で繁盛亭が休館となりまして残念ながらちょっと中止にものすごいみんなわきまえないといけないことになってしまったわけやろわきまえない女たちのはずやったんですけどわきまえたんですらわきまえやろえらわきまえしたんですよまさかのだったんですけれどもちょっとそれは残念でしたがその後に師匠と実はその落語会をさせていただくことが決まっておりましてそれがなんと初めての 『半盛亭』とということになりました半亭デビューが師匠の会ということになりました「はい、朝もはよから桂沙絵です」にかけていただきまして「朝もはよから2日連続です」というのもタイトルに入れていただきました、うん、そうです、えー、半盛亭で10時開演なんですけどこれ2日間やるということであなたいきなり2日間公演で落語するっていうことですよ。ありがとととうございいまますす日日日程はと言いますと7月3日土曜日 7月日日日曜日、えー、今は繁盛亭は土日は休館となっているんですけれどももう21日以降はおそらくすべての曜日で開くだろうということを見越して、うん、7月3日土曜日7月4日日曜日の朝10時からスタートということですね。ちょっととどんなことやるのか あの落語と文学の会ということもございますので、うん、以前シアターエイトで師匠とあのさせていただきました「死神を語り尽くす会あれがもう大好評でございまして僕自身もやっててめちゃめちゃ楽しかったですわあら本当ですかいろいろ落語会の種類もやってきたけど、はい、大成功したなっていうふうにお,<ー>いやお客さんが本当に楽しんでもらえたなっていうふうに思った。 まずは2人でご挨拶をさせていただきまして、うん、今日どんなことをやりますかっていうお話をしました、うん、枕代わりにしましてで私が落語一席野ざらしをさせてもらいましたで師匠がその後地獄罰剣」「亡者のターンレ」をやっていただきましてその後休憩を挟んで私が「死神」の原作となりました「グリム童話」の「死神」の名付け親、うん、こちらを朗読するという形で。 でその後師匠の「死神」を皆さんに聞いていただきそうです、ね、最後にまた二人で死神について解説というか講釈、うん、みたいなことをさせていただいたわけですね。だから園長が「グリム童話」の「死神」の名付け親を翻訳して「死神」というネタを作っている、はい、この「死神」というネタはもう江戸では超ポピュラーなそうです、ね、もうみんなが大好きなネタなわけですよ。 いやあの僕ねあの会が何が素晴らしかったかっていうと、はい、我々ってやっぱり落語やる前に枕ってやるじゃないですか、はい、枕っていうのはそれなんで枕っていうかって言ったら僕ら落語の本編のことネタっていうよねうん、うん、ネタっていうのはネタスリープお布団で寝るっていうネタって考えると、はい、ド頭に来るのは枕でしょだから枕っていうんですよなるほど、うん、なるほど枕とネタがそうつながってるわけですね 合わせでそういう意味では僕は枕っていうのの意味って何なのかって言ったら整地っていうか整備っていうかあと思ってるのはあ、はあ、後の野球をよりよくやりやすくするために土壌をきれいにしていくっていうようなことだと思うの。お客さんの心を整備していやだから俺ねあなたが呼んでくださったあの。 朗読に関しては俺な正直理想の枕やと思ってんわーすごい野球でいうとそのせ聖地とか生理とかそういうところで言うと俺ねあなた阪神園芸の人だなと思ったでホに <laughs> いやいやどんだけうまいねんと <laughs> <laughs> そうですかいやいやいやきれいに整備されました <laughs> で,もでもほんまに半分落語終わったようなもんやなとええー 演芸というけどあなたの「阪神」は演芸でできてるのかなというふうにう,うまい <laughs> うまいなるほどさすがいや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 だから本当にそれぐらい素晴らしいと思ったそれがねずっと生きてるんですよ。<ー>文化的に「グリム・ドーア」の死神の名付け親がずっと生きてるから、はいはい、僕の死神がいつもやるよりももっともっとなんかね あの文化的に水準が高く,高くなるというか高尚に見えてくるというか芸、うん、芸術的面が芸術的的面面が出たねうんだからこう大衆演芸の面白みっていうのをそのままにお客さんがもっともっとなんかこう知的好奇心をかきたたせられて見るっていうようなそういう良さがあったと思うので僕はね個人的に。 『あの死神』はもっともっとこのやり方っていうのは多くの人に見てもらいたいなっていうふうに思ってるんだよね。シアター8でさせていただいた時っていうのはキャパも半分にしてますので50人っていうのが最大の人数で,、はい、でそれをあの時も 2days させてもらったんで、まあ、最大100人だったんですよねだからもっとたくさんの人に見ていただきたいという思いもあって恐、うんね、らくコロナも以前よりは収束しているだろうという思いもあってでたくさんの人に来てもらうために、はい。 にも繁盛亭でまたたそのの死神の会をやりたいということで1日7月3日土曜日の方はその「死神」と「死神」の名付け親「グリム童話」「死神」の名付け親とのコラボレーションをもう一度復活ということでこれはもうほんとあのね1回見た方ももう1回見てほしいしもう見ていない方は。 絶対これは逃さないで見ていただきたいなというふうに思いますもう見るというか聞くというかねそれにあのもう本当におこがましい話ですけどサーヤファンの人は絶対この日来てほしいのが、はい、この日が繁盛亭デビューですからそうなんですもう本当来てほしいんですよ繁盛亭キロフトバージンでしょあなた朝も早から何を言うとん本当ですよ <laughs> 何を言うてるんですかでも実質そうなんですやっぱりデビューは、はい まああの結果的にあの師匠に捧げるということになりましたけれどもその日はやめなさいよものすごいなんかいややわ。あきませんでした朝も早く鳴ってまほんま。テレワークっていうのがテレがなんか違う意味のテレになってるんテレちゃうまあ七月三日はそういう形で七月四日日曜日の方はこれやで思考をまた変えますなんとはい。死神ではなく師匠には「 上方落語唯一の秘伝である「立ち切れ」をやっていただいて私が朗読をするのはウィリリアアムシェイクスピアのロミオジュリエットでございまあ皆さんもね知ってるでしょうロミオとジュリエットはねただこの東西のこのまあ日本とね西洋の両方の秘伝っていうものを聞き比べていただきたいなと思いまして。 この演目、うん、そして私のその文学もこれをということで選びました僕はねこの立ち切れはやっぱり和製ロミオとジュリエットだなっていうふうに思ってたんですよ、はい、シェイクスピアに対する憧れっていうのはというか、舞台人やったら結構誰もが持っているん、うん、そうですよね一度はそういうものをやってみたい、ね、という思いは、ね、僕もい,いずれは結構自分の形で落語ってやってるんだけどマクベスとかを落語にしてみたいって思っているんですよい。 その自分の解釈でね<っ>シェイクスピアを落語っていう領域に持ってきてだから和物にしてじゃあどうなるんだろうかっていうのをやってみたいと思ってるんだけどだから立ち切れを聞いていただく前に、はい、今までかつてなんかその地唄の雪を「雪、はい」を山村流の方に踊っていただいたりとかしたことはあった。うん、だけど ロミオとジュリエットを朗読していただいてその世界にまず入っていただいてそこからいざなわれるように立ち切れを演じた時に一体これどんな世界があるのかっていうのを僕が見てみたかったわけよ。なるほどで立ち切れは僕の親父が一番最後の講座で書けてるネタであってあなくなる私それを見に行ってるんですね実は。えー、最後の講座立ち切れっての見てんねん。だからまさに自分自身が焦点するかのような講座やった。だから僕のの中でも立ち切れっていうのは 極めて思い出の深いネタなんですよねだからこういうね形でお見せするっていうのは ぜひやっってみみたたかったのででこれは楽しみです、ね、また私もそこで、うん、まあ今回はまあちょっと愛とといいいううののをテーマにしてもいいのかなと思うんです前回は「死神」に関しては「死」というものをテーマにして、うんはい、落語もあの実は私も師匠も選んだりしましたけれども今回はまあちょっと「愛」というものであの全然普通の皆さんが知ってる動物園とは違う形の動物園を私やってましてそれを <laughs> まあそれももちろん師匠に見てもらってるんですけれどもあれを「愛」というテーマですのでね はいえー、私の動物園はできるんちゃうかなと思ってますそうかそうかほ,ほな僕はあなたが一瞬見て大好きやったの紙入れとかやってもええんかああそうですね紙入れも一つ愛ですあ山之内一豊とかもあそうやな<い>そっちの方がいいかもね紙入れはちょっとあ、はい、<laughs> だけどあまた違は紙入れ見て感動するっていうのやっぱりだいぶ特殊な人やで <laughs> そうですね紙入れが実は最初に覚えたネタですからね <laughs> 特殊でですすよね <laughs> 絶対おかしいですよ <laughs>、えー、ただこの7月3日の公演、はい、7月4日の公演今から発売ですので今日からはいそうです、はい、チケットピアにて今の時間でしたらチケットピアにて、えー、購入することができます。 で、お電話の方はクリエイティブワンズまでどうぞお電話なさってください。0663566788。0663566788。平日の10時から18時の間、お電話を受け付けております。前売りは3000円、当日3500円です。天馬天神繁盛亭,亭で朝席10時開演の9時半開場です。7月3日土曜日は、 死神、かける死神の名付け親。七、うん、月四日日曜日は立ち切れ、かけるロミオとジュリエットという演目になっておりますのでどうぞご役なさってください。これさあさん大丈夫これ<え>落語会という名のラジオショッピングみたいなやってないの？やっ <laughs> てないですよ。なんでですかやめてくださいそう私の落、私の落語と私のそのあれもあるんで。<laughs> 見に来てほしい。こ,<え>この放送のこの日のために設けられたような落語会みたいな感じやからこれ。 そんなことないです。朝も早くから2日連続ですって書いてあるねんよ。<laughs> ありがとうございます。寄ってますよ。<laughs> ありがとうございます。<laughs> いかったよかった。また<も>6時台にも師匠ちょっとこちらの講演についてお話を伺いたいのでどうぞよろしくお願いいたします。はい このお時間も桂春師匠と一緒にいいお届けしたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、桂春長特別公演落語と文学の会朝も早よから二日連続です。七月三日土曜日と七月四日日曜日両日ともに私出演させていただきます。テーマ天神繁盛亭,亭で朝の十時開演です。九時半会場です。どうぞふるって皆さんお越しになってくださいませ。ね、前よりは三千円です。三日も四日もさえ、はい、さんが 朗読をするだけじゃなくてちゃんと落語も演じるっていうとこ,こが前回と多分同じような形でおしゃべりを1回して私が落語1席師匠が1席で私が朗読をやって、はい、師匠がまた落語をやってっそ,その後二2人でまたちょっと解説などをするという形ですね。えー、だけどロミオとジュリエットって長いやん そうなんです実はあの<れ>戯曲なので、うん、その舞台って大体2時間ぐらいを想定して書かれたもので、はい、もう原作を読んでもでですすすねね語が多かかったりとかするん文楽で出てくるような言葉で書かれてたりとかもするので<ー>もうめちゃくちゃ難しくてこれを私、今編集作業してるんですけど、まあ、リライトっていうんですかね、脚本を作ってるところなんです、自分がその読む。うん、めっちゃ大変で か2時間あるものを長くても20分とかにしないといけなくてでもねさえさんが今やってることってね、はい、あの講談とと同じことやってんだよ<っ>物語っていうのをちゃんとこの自分自身で説明をしながら途中でセリフを入れていくっていうようなことよねはいそうですそうですそですそれれだから講談ですよそれは るほど。僕とこうやって一緒にいろいろことねやっていただくという意味ではやっぱり書き手としてまとめてとしてのやっぱり技術っていうのは下手して落語家よりも上になってきてるかも分からへんねだってあんなさ分とととかでまめなないいけいやんあれですか「園芸門」のコーナーでやってる20分ぐらいある落語を五六分にまあ56分最近はちょっと。 ややれてないですけど七八分ぐらいにして皆さんにお伝えしてるああいうことってやっぱりすごい難しいんですよ実はセンスがいるんですよだからそこをねやっぱりリスナーの皆さんもね これ大変なことやってるんだよっていうことを。いやいやいや。すごいね、分かってあげてほしい。ありがとうございます。そんな風に言っていただいて。<laughs> 落語家でも、あれなかなか難しいから。そう、いいとこ取ってね、面白くしないといけないんですけど、<う>でもストーリーがわからないといけないので,難いで、ね。そうなんですよ。おしいんですよね。本当にいつも頭悩ませてます。はい、立川球威さんという人が、それ一回なんかやって。うん、あの客からも、全員から。何の話か分からなかったというふうに言われたっていう。<laughs> それだとね、飽きませんもんね。そうそうそうあの。 アンケートに「楽を聞いてわからなかったことは初めてです」<laughs> <laughs> そういうプロでもそういうことが発生するわけやから。<laughs> <laughs> いやまあそうですね。日々やってることすごいことやってるよ。日々それ落語をさせてもらうことによってその毎週毎週でちょっとあの鍛錬ができて、うん、で今回そのロミオとジュリエットもちょっとギュッと凝縮するっていうことが可能なのかなとは思ってたんですけど思ってたよりも難しいなって今回はちょっと頭は悩ませてます。でも朗読ってだいたい七八分ぐらいでやるんでしょ？ 今回はも10分ぐらい、まあはい、と,とはいえよ、はい、2>, 2時間のやつをそれにまとめるっていうすごいで、はい、そうなんですよでもこれってやっぱり叙情的な言葉がすごく多くて美しい言葉が多いんですよね詩的な感じなのでだからそこを残しつつ<あ>でもあらすじはキュッとコンパクトにして伝えないといけないと思うと残さないとダメですそうですよね,あのね分からない方がいいのよ わからない言葉っていうのがたくさん出てくるほどお客さんはぐいぐい引き込まれていくなるほどだから今ね飲みやすいとか食べやすいっていうものを世の中は礼賛しすぎなんやうんそうか、うん、だから文学作品ですし「ロミオとジュリエット」も古典作品ですのでだからちょっとわからない言葉が残っていても、うん、それはそれで味そうなんですよだからそこの芳醇なね、うん あの飲みやすさはないけどコクのある日本酒とか、はい、ブルーチーズとか、はい、ちょっと、ね、匂いのあるものとか、はい、あれがじゃあだめなのかって言ったらそれは素晴らしいじゃないですかそう,です、ね、そういうことを今やろうとなされてるということをちゃんとあの自分で自分のことを褒めてあげなさい。わ <laughs> かりました <laughs> 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 頑張ります。でもあんまり時間もなくてですね、<laughs> はい、頑張ってその落語のお稽古もしながら朗読の方も進めていくということをしていきたいと思っております。うんはい、え桂、ー、春潮特別公演、落語と文学の会、朝も早から2日連続です。7月3日土曜日は、死神と死神の名付け親、原作となりました死神の名付け親の朗読がございます。えー、7月4日日曜日の方は、 立ち切れ。立ち切れ先行とも呼ばれておりますね。立ち切れとロミオとジュリエットの朗読。どちらも天馬天神繁盛亭にて朝の10時開演です。9時半開場です。前売りは3000円、当日3500円です。お問い合わせはクリエイティブバンズまでどうぞ。06-6356-6788。6 平日の10時から18時まで受付となっております今のお時間でしたらチケットピアでも取り扱っておりますのでそちらの方があまが、あ、ご安心かなと思いますねどうぞご予約なさってみてくださいもうたくさんの方に来ていただきたいと思っておりますいやもうぜひよろしくお願いしますあのー、鞘さんの繁盛亭初舞台をねはい初舞台ですぜひ見に来てあげてくださいどちらも半分のキャパシティですので100人ちょっとずつということになりますかね、うんはい、もう安全安心にお届けしていますんでね はい、あの皆さん本当にあの安心して来てください。はい、指定からの大発表ということでしたこれどもはいもう素晴らしい回ですよ。はい、でまたこ,のこれはちょっとなんか僕シリーズ化していろんなこのネタをねいろいろな形でこう朗読とプラス落語っていうのはやっていきたいなっていうふうには思ってます,いいす企画書書きまくりますわ私。もうよろしくお願いいたします。もうだから2人の不調としてはそそろそろやるかって <laughs> それでお願いいたします二 <laughs> 週にわたって本当にお越しいただきましてどうもありがとうございました,、はい、ましたそしてまたこの特別公演に向けてよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします